ジークムント・フロイデンベルガーは、スイスの画家、版画家である。ベルンの法律家の息子に生まれた。おじに、役人で、版画家のヨハン・ルードビヒ・ネッティゲルがいる。ベルンの肖像画家、ハントマンに学んだ。アドリアン・ツイングとパリに出て修行し、パリには1765年から1773年まで、滞在した。パリで、フランソワ・ブーシェ、ジャン・バティスト・グルーズ、ノエル・アレ、 アレクサンドル・ロスラン、ヨハン・ゲオルク・ビレといった画家たちと知り合った。ベルンに戻った後、肖像画や風俗画の分野で油絵やパステル画を描いた。フランスの風俗画家、ニコラ・ランクレやアントワーヌ・バトーのスタイルの作品を描いた。ベルンに、私立の美術学校を開き、教えた学生には、フランツニクラウス系ニヒヒラがいる。1770年代の終わりから、 版画の制作を行うようになり、ファッション雑誌、ジャーナルデルクサス・ウントデア・モデンの挿絵を描いた。スイスの農民や町の人の生活を題材にした。ベルンで死去した。ありがとうございます。